加古川駅。加古川駅は、兵庫県加古川市加古川町篠原町にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本の駅である。加古川市の中心駅であり、当駅の所属線である、山陽本線と、当駅を起点とする、加古川線との接続駅となっている。このほか1984年までは、高砂線が接続していた。山陽本線に関しては、 アーバンネットワークエリアに属しており、JR 神戸線の路線相性設定区間に含まれている。駅番号は、山陽本線、JR 神戸線のみ、JRA79 が付与されている。昭和の頃は、山陰や九州方面へ向かう急行列車が多数、停車していたが、山陽新幹線開業に伴う、急行列車廃止後はこの駅に年間を通して、 停車する優等列車はなくなった。1972年3月15日に姫路駅乗り入れを開始した新快速は設定当初から当駅に停車している。当駅に停車する列車で特別料金が必要なものは臨時特急のカニカニ浜風号と特急浜風号の一部の臨時停車のみであるが2019年のダイヤ改正より通勤特急楽楽リマと 浜風5号、スーパー白土13号が定期列車として停車する。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、山陽本線の土山駅、東加古川駅、高原駅、曽根駅の4駅と、加古川線のすべての途中駅を管理している。JR 神戸線と加古川線の乗り換えには、中間改札機を通る必要がある。2005年3月1日に、 連続立体交差事業がすべて完成し、高架駅となった。高架化に伴って取り壊された旧駅舎は、1910年に西狩線、現在の桜島線の桜島駅として建てられたものを1919 19年に移築しものであった。新しい駅舎は、加古川の清流と船、さざ波をイメージしてデザインされている。ビエラ加古川の入り口の上にある時計の部分は、 旧駅舎をモチーフとしている。十二両編成対応、ホーム長二百245メートルの、島式ホーム二面四線、四両編成対応、ホーム長八十五メートルの、島式ホーム一面二線、合計三面六線のホームを持つ、高架機である。一から四番乗り場を、JR 神戸線が、5.6番乗り場を、加古川線が使用する。一番乗り場が、 下り本線、2番乗り場が下り退避線、3番乗り場が上り本線、4番乗り場が上り退避線となっている。加古川線は5番乗り場が本線となっている。上標の路線名は旅客案内上の名称、JR 神戸線は愛称で表記している。当駅では新快速と普通が相互接続を行い、新快速は1.3番乗り場、 普通は2.4番乗り場を使用する。なお、朝晩などに普通でも1.3番乗り場に停車する設定がある。土曜、休日の朝8時台に特急の通過待ちで2番乗り場に停車する設定がある。2.4番乗り場に停車する列車は、車内保温のため、ドア横の開閉ボタンを使って乗り降りする形となっている。通過列車、特急、貨物列車などは、 下りは1番乗り場、上りは3番乗り場を通過する、特急の臨時停車の場合も同様。4.5番乗り場の西側に、加古川線と山陽本線、姫路方面をつなぐ渡り線があり、主に、加古川線車両を、阿保市総合車両所へ改装する、または、その逆の際や、工事臨時列車などの運転時に使用される。6番乗り場からは、 赤市方面に出ることができるがほとんど使われておらず、下り線から上り線、6番乗り場への線も、付設されているが、この渡り線も、ほとんど使われていない。なお、3番乗り場は、姫路方面への折り返しにも対応している。当駅から、加古川線に乗車する場合、または、JR 神戸線、加古川線の相互間の乗り換えを行う場合、乗り換え口にある、 中間改札を通る必要がある。その際、運賃に不足がある場合、加古川線で、無人駅、または、北条鉄道の証明書で乗車した場合、アイコカなどの IC カードで乗車した場合は、乗り換え口で生産を行うことになる。日岡駅西脇市駅間の各駅の場合、乗り継ぎ生産機にて生産する。新西脇駅、谷川駅間の各駅の場合、 乗り換え口の駅員対応となる。なお、いずれの場合でもアイコカの残額で生産できる。また、加古川線経由で大阪近郊区間内の迂回乗車を行う場合も、友人窓口でその旨を伝える必要がある。2016年3月26日から当駅、西脇市駅間でアイコカが利用できるようになったため、この区間で利用する場合に残額が十分あれば、 中間改札で合い子かを触れるだけで乗車できるようになった。1から4番乗り場、JR 神戸線ホームの自動放送は2006年10月に JR 京都神戸線運行管理システム対応型放送に変更されているが、5.6番乗り場、加古川線ホームの自動放送は固定音声の間となっている。遅延表示は JR 神戸線には出るが、 加古川線では表示されない。当駅で使用されている接近メロディは、1997年2月16日から、JR 神戸線内各駅に導入されている、さざ波に加え、列車接近表示器から、メリーさんの羊と草競馬が流れる。南口前には2007年にただし信用金庫から、創業80周年記念として寄贈された彫刻、水の記憶、源流。 生型機春作が設置されている。二千十六年三月二十五日までは、昼間時、十から十五時台の当駅始発の普通、西明石駅から、快速は二番乗り場からの発車であったが、翌二十六日の改正以降は、放電駅まで改装して折り返し、四番乗り場に、入ってから、上り方面の営業列車となり、姫路始発の新快速からの乗り換えがしやすいように、 変更された。これによって2番乗り場から出る、上り列車は、平日朝の普通電車、各駅停車と毎夜の西赤市行きのみとなった。JR 山陽本線と、加古川駅付近連続立体交差事業として、駅を含む山陽本線、加古川線の高架化及び軌道車区の移転が行われた。事業費は285億円とされた。 これの付帯事業として、JR 加古川橋梁改築事業及び、駅周辺の区画整理事業が行われた。1999年に高架化工事が着工される、前は JR 神戸線、山陽本線が2面3線、高砂線と加古川線が1面2線、高砂線廃止後は、加古川線のみが1面2線仕様の、計3面5線で、1番乗り場が、短式。 2から5番乗り場が島式であった。JR 神戸線と加古川線のホームの間にも、ホームなしの線路が付設されており、付帯設備として、加古川起動車区を備えるなど、広大な構内を持っていた。加古川線の列車の夜間大白も設定されていた。2番乗り場は、姫路方面で新快速の待ち合わせを行う列車と、東駅始発の大阪。 京都方面行きの列車が使用していた。この2番乗り場は1985年3月13日までは使われておらず、1990年3月9日までは姫路方面の大半が1番乗り場に停車していた。戦時中、1937年に開設された、旧陸軍、神の弾薬庫、現在の加古川刑務所への爆弾や兵員を、 運ぶための延長 3km の引き込み線があった。加古川線、高砂線と一部線路を共用し、高砂線分岐地点より、若干北側で、加古川線と分岐していた。線路跡はほぼ道路に転用されており、緩やかなカーブから線路が引かれていたことを連想することできる。また、用水路に架か,かる橋には、専用線時代の橋を流用、改造して使用している。 戦後に、加古川刑務所となったためか、加古川刑務所専用船と呼称される場合もある。弾薬庫や工場など9棟が放置されていたが、2007年1月に、加古川市によって、解体、撤去された。連続立体交差事業の進行に伴い、加古川鉄道部は1999年3月13日に、薬人駅付近に移転した。そして、 高架建設用地を確保するためにホームを、かつての貨物用側線などが存在した北側に、ホームを移することとなった。山陽本線部分は、当駅で折り返し運転を行う列車が存在した、都合上、2000年12月11日深夜に、上り線下り線双方が一括で、仮線に切り替えられた。ホーム配置は、切り替え後も、同じ三面五線ではあるものの、 すべてのホームが島式とされ、JR 神戸線の堀本線が4番乗り場、加古川線が5.6番乗り場になり、2.3番乗り場、当駅で特急、新快速の待ち合わせを行う姫路方面の普通列車及び、当駅折り返しの大阪方面の列車が使用していたが、同じ線路を共用していた。日中時間帯は1時間に8本、新快速と普通。 西明石駅から快速がそれぞれ4本停車する。ただし、姫路方面の普通列車は1時間に2本となる。長席時間帯は本数が多くなる。朝には、大阪方面で新快速。普通、西明石駅から快速、舞子駅、垂水駅、菅駅は通過以外に当駅始発の各駅停車が設定されている。大阪発21時台の快速1本は後駅。 止まり、到着は23時5分過ぎとなっている。2016年3月25日までは、日中時間帯の大阪駅当駅間の系統は2番、乗り場で折り返していたが、2016年3月26日のダイヤ改正以降、当駅放電駅間を改装して、折り返すようになった。当駅では新快速と普通が、相互接続を行うが、 大阪方面で21時以降、姫路方面では23時以降は、新快速と普通が交互に発車し、相互接続は行われない。なお、相互接続を行わない列車については、普通でも下りは1番乗り場、上りは3番乗り場に停車する。当駅は JR 神戸線内において、4ドアの207系、321系が、 営業運転で入る大阪駅から最も遠い駅となっている。このため当たり駅より西の駅では4度ア用の丸印及び女性専用車両の乗車位置案内は設置されていない。日中は薬人駅と西脇市駅の列車が交互に1時間に2本運行されている。平日の朝夕には青駅も運行されている。加古川線の列車は当駅においては すべてのドアから乗り降りできる。ドア横のボタンを使って乗り降りする。加古川駅独自の駅弁はないが、姫路駅同様に招き食品の駅そば店があり、弁当も売っている。突起のない限り新規バスの路線。加古バスは、加古川市、コミュニティバス。1から5番乗り場は、駅南口にある。プリンセスロード号は当駅前に乗り入れる、唯一の長距離便である。 2012年6月15日からは、関西国際空港業リムジンバスも、駅北口に乗り入れ開始した。加古川駅前は、下りのみ通過と毎週、木、金のみ運行。2018年、平成30年度の1日平均乗車人員は23,993人で、ある。これは、JR 西日本の駅では、第43位である。 加古川市統計所、加古川市総務部総務課、編及び兵庫県統計所によると、年間乗車人数及び1日平均乗車人員は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。